私できないかも、私には無理かもっていう不安が出てくるときがあるんですよね。で、それをどうやって乗り越えるのかっていうのを紹介できればなと思っております。でね、なんとですね、僕があの次回前に YouTube やったらね、なんか1時間20分とか話しちゃったので、今日はタイマーをつけて10分タイムでやっていこうぜ。All right, so start 10 minutes. Er, go. OK! So, ね、やっぱり自分のビジョンに向かっていく、ね、自分の人生を変えていきたいんだったら自分の環境が変わると現実的に良くなりますよね,ね環境を変えていく仕事を変えていくとか、ね、やっていく自分の時間の使い方、ね、仕事と人生を切り離すことができない40年以上働くんだから人生っていうの,の中であなたはどういう人で生きたいのか。 ね、私はこういうことで生きていきたいこうやって手伝っていきたいこうやって世界を良くしていきたいとかね How do you want to be? どういうビーングヒューマンビーングになるのかっていうのがあなたのビジョンねで、この時にどうしてもチャレンジをしないといけないっていう感じなんだよねその今乗っている列車、ね、自分の習慣になっていること今働いている会社とかこの列車降りにくいですよねこれをこのまま乗っていたら3年後どうなるのか もしかしたら自分はそこに行くんじゃなくて違うところに行きたいかもしれないってなると今乗っている列車から飛び降りてね駅で止まらないよねちょうどよくはいはい駅に届きましたじゃないよね飛び降りないといけないわけよで何をね自分のビジョンを本当に3年以内とかもっと早く現実にしたいんだったらで列車を飛び降りて歩くんじゃなくて実は ああなたのののビジョンににもううすすでで向かっている別の列車ってていいるる別列車がんですよね環境習慣になるそこに飛び込むとスピードが速くなるんですよね,ねなぜかっていうと一人で自分のビジョンに向かっているとあやめたいなってなったら今日やりたくないなってなったらやらない、ね、当たり前ですよね ね、ビジョンっていうのはワクワクする、ワクワクっていうのはドーパミンですよね。ドーパミンっていうのは新しいのが好きになる。だからいつもね、なんか同じラーメン食べてる、ラーメン屋さんでラーメン食べてるかもしれないんだけど、隣のラーメン屋さんが開いたら、よっしゃ、みんな食べに行こうぜって言って、そこに行くわけですよね。ね、ビジョンもこういうのやりたいなって言ったら、よし、最初はワクワクなんだけど、同じようにラーメン食べてるように飽きるわけなんですよ。それドーパミンなんですよ。あなたのせいじゃないんですよ。じゃあ、飽きているのにどうやって行動を続けられるのかっていうと、自分を環境に入れることだよね。 逃げられれない環環境境責任を与えてくれる環境、ね、インターンするとかどっかで、ねそのね、ボランティアするとかそういうのもありなんだけど実際に仕事を変えちゃうとかなんかにコミットするマスターマインドに入るグループに入るとかね他の人の力を使って自分の行動を進めていくアドバンテージを作るっていうことなんだよね。 でこの実際に列車から飛び降りるぞってなるときにどうしても恐怖を感じるわけよ。で、ここで何をやるのかっていうと、もう崖の上から湖の中に飛び込むみたいな感じなんですよね。で、実際に飛び込んだら、ね、よくなるんだけど、飛び込む前にこれ大丈夫かなってなるわけなんだよね。で、その時に行動が止まっちゃうんだよね。で、ギリシャの伝説で、あなたの行動を止めてくれる悪魔、悪魔の存在みたいな、ね、化け物がいるのよ。知ってるギリシャの。 はいメデューサなんですよねメメデューサメデササを見るとねメデューサを目に見ると凍っちゃうんだよねだからメデューサをねどうやってやっつけていくかっていうのが今日の話のテーマなのねでよく考えてみるとメデューサってちっちゃいヘビがいっぱいあるでしょねってついてるわけよでそのちっちゃいヘビだったら、ね、ヘビじゃんくッ <laughs> みたいいなややってやっっててちゃうっていうのができるんだよねでもちっちゃいヘビが一緒に集まっていると大きい化け物に変化してメデューサになってそれをちっちゃいヘビがいくつにあるっていうのを集まってるってなると1個の化け物になって自分が石になって止まっちゃうんだよね。 ね、例えばライフコーチになりたいっていう場合はライフコーチになりたいんだったら3つのことをマスターしないといけないのね一つは集客人を呼ぶこと一つは営業一つはそのプログラムを作る自分のコーチングとか、ね、商品なんだよね,ねこれを絶対やらないといけないわけなんですよでその湖に飛び込む前にいやこれできないかもしれないって言ってねいろんな部分が一つのメディウスさになっちゃってるんだよね ね、でも実際にその飛び込んで、ね、見てみるとあ私のここはあの営業っていうところがスキルがないよねじゃあどうやって営業のスキルを学ぶことができるのか誰がそれをやってくれるの例えば日本の、ね、営業を学びたいんだったらやり方わかんないんだったらこれやったら営業マスターできるよ、ね、日本のトップ10の営業の本を読むこと海外のトップ10の営業の本を読むこと、OK? だからトータル20冊読んだらもう 営業はある程度のスキルがついてるから、じゃあ今度このコース買おうとか、もっと入ろうとか、ね、もっと学ぼうとかっていうところにコミットできるんだよね。だからその、あ営業の問題をこうやって解決できるんだって。集客も同じだよね。ね自分のプログラムを作るっていうのも同じだよね。あ、私はちょっと話し方が苦手だからライフコーチできないかも、でも本当のビジョンなんだけどってい。いや、じゃ話し方はどうやって学ぶのね。その話し方のスピーチのクラスとかあるあるよね。話し方の勉強。 で,できるよね例えば話し方をめちゃくちゃうまくなりたいになったら「Why? なぜ?」っていうのを話して大体的にどういうことを話して具体的にそれを乗り越える方法を話すんだよね。だから 今日の話でね、ちょっと、<laughs> ちょっと話、ね、いなまあい,いや、OK。だから今日の話もそういう風に作られてたでしょね。ビジョンに向かうのはなぜ大切なのかっていうのがあって、で、ビジョンに向かうときに列車を飛び降らないといけないよっていう、ね、この湖に飛び降らないよ、怖くなるよっていう、大体的な話で、で、今度具体的にどうやって飛び降るかっていう、メディーサの話、こういうちっちゃい蛇に変えていくとなくなるんだよって、で、分かりやすかったでしょおそらく分かりやすかったと思うんだよね。今ちょっとラッシュして話してるんだけど。ORY?、Right、なので、ポイントは、一回、 この飛び降りぞってなったときに列車からねえるぞってなったときにビジョンやるぞってなったときにメデューサが出てくるのよそれが自然なんですよ自分がやったことがないところにメデューサが出てくるっていうのは普通なんですよだから自分のビジョンを変える自分の列車を変えるっていうのは難しいのねだから普通の人がそれをやらない理由は逃げるか戦うか反応がなってあメデューサがいるこれやったら死ぬぞってなって動けなくなっちゃうわけだよね普通なことなのよでもメデューサはちっちゃいヘビでできているんだってじゃあこの自分が 行動するために恐怖を感じていることのどの部分を恐れているのかっていうのを紙に書き出していくとどうやったらそのソリューションを見つけていくのかっていうのが出てくるのね。All right? なのでこのメデューサの話行動するときには自分が石になってしまう、ねで。せめてこのの例えばそのメデューサに 5つの蛇がついていると自分の行動を止めているのはこの5つの問題だっていうのが分かったら123って3つのソリューションはなんかやり方が出てくるかもしれないんだけどだかまだ2つは分からないっていう時もあるのね,ねこれは別にその何て言うのかなまだそのね自分の体は石になってないんだけどなんか片足だけ石になってるみたいな感じで一応動けるわけよ。ね鍵はこの自分が動いてくれるような環境に自分を入れると。 ね、一人で列車を降りて歩いているよりその環境が自分にモチベーションプレッシャーをかけてくれるから自分は思っているよりプレッシャーに強いからプレッシャーをかけると行動があのリアルに楽になるんだよね。All right、全然時間が余ったのでよっしゃみたいな感じでこのビデオを終わりにします。このボタンいいなーってビデオ面白いなと思ったらライ e ボタン一回押していただいてチャンネル登録とか,、ね、なんかシェアしていただければ嬉しいです。 All right. And then, ぜ,ぜひね、あの僕のサイトでよくあのなんかコースをプレゼントとか無料プレゼントとかいうのをやっている時もよくありますので、カタカナでクリスって入れて、残りはドットコム、ね、カタカナでクリス、残りは英語でローマ字でドットコム、クリスドットコム、僕ね、この間あの取れたのよ。 あそこでお名前ドットコムでジョークで入れてたらクリスドットコム99円で買えるじゃんみたいな感じで99円で買ったんですよねなのでクリスモンセンドットコムまたはクリスドットコムクリスドットコムって入れるとサイトで、ね、なんかいろんなあのコースとか、ね、よく無料でなんか与えあの今だったらなんか90分の恐怖を外していくトレーニング方法っていうのを無料であの渡していますのでぜひあの受けていただければと思います a l r i g u GUYS I love you so much and I will see you Next time in Chris's room. Arigato.